今日はお集まりいただきましてありがとうございます。みんなで勉強会という勉強会をやっておりまして、一級とマイスターのセミナーというか対策セミナーをやっておりました。一級合格への道とマイスターへの道という方セミナーで、それぞれ参加された皆さんにちょっと感想をお聞きしたりしたいなと思って今日は集まっていただいております。簡単に自己紹介というか、何級を受けたとか、どのセミナーを受けて良かった点、それからもうちょっと改善した方がいいなと思った点とか、それから試験の結果、もしよければ教えていただいて、これから何級にこう挑戦されるとか、また高みを目指される方もいらっしゃると思うんですけど、その辺を伺っていけたらいいなと思います。それでは、どうしようかな。じゃあゆきこさんからいただいてもいいですか？ゆきこです。よろしくお願いします。去年の12月にマイスター試験を受けました。ちょっと初めてだったんですけど、無事に合格することができました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。世界遺産の勉強をするきっかけは、2020年頃にコロナの影響で旅行に行けなかったため、簡単になんか旅行に関してとかその歴史について知識を得たいなと思ったので、世界遺産の勉強をしました。で、3級から始めて3級2級で1級リスタマイスターまで無事合格することができました。で、4級はまだ持っていないので、7月に、ちょっと満点を目指して、頑張ろうと思います。自己紹介は以上です。いいね、素晴らしい、ありがとうございます。で、勉強会は第2回のマイスター対策から参加させていただきました。で、ちょっと時間の都合で全部ちょっと参加することは全部の時間は参加できなかったんですけど、でもほとんど多分毎週は参加はするように心がけたし、宿題もほぼほとんど多分毎回提出はさせていただきました。で、ちょっと私があんまりちょっと文章を書くのがすごく苦手で、皆さんにちょっとご迷惑をばかりかけてしまったんですけども、あけさんはじめ、かなえさん、みどさん、こばささんさんと、皆さんからのアドバイスをいただき、どうにか本当にやっと千字が書けるぐらいになりました。で、試験の当日、最初に問題用紙が、裏返しで配られた時に、なんかもう裏からチラ見で見えたんですよ、どんな問題か。その時に富士山っていう文字がこう目に入った時に、あ、どうしよう、何を書けばいいんだろうって思って、すごくなんかもうテンパってしまったんですけど、その答案用紙が配られるまでに一応考えようと思って、一応頭の中で整理はしました。それで最初本当書き方が分かんなかったんですけど、その小林さんさんの特別講師をのやったことを思い出して、最初にプロットを書いて、でどういうことを書こうかっていうざっくりしたタイトルを書きました。で、ちょっと私の考え方では富士山の問題については、SDGs を元に書きました。やはり観光は、やっぱり環境破壊を影響を抑えること、あと、多様性、誰でも楽しめる観光っていうのは重要なのかなっていうのを、勉強会で SDGs を勉強した際に、それを思い出して書きました。で、ちょっと嬉しかったことが、今回の
世界遺産検定のこの評価を見た際にちょっとなんか SDGs と姫路城について書かれてすごいなんか興味深くて面白かったと書かれてたので、それはすごい良かったです。で、姫路城については、以前平成の大修理の際にあのエレベーターを設置してほしいという案がやはり出てたみたいで、私も正直あったらいいかもとは思ったんですけれども、でもちょっと残念ながら採用はされませんでした。その理由はやはり、登録基準4が認められているため、それによる遺産の影響があり断念することになったということらしいです。それを踏まえ世界遺産の価値も鉄道を作ることでどうなのかなっていうのを踏まえて書きました。それについて書いてどうにかマイスターは無事に受かることができました。で、すみません長くて、で、あと1番の単語についてはあの勉強会の第1回と第2回の一番最初の回でアキさんがすごい分かりやすくあの項目とあのまとめた文章があったので、まず項目だけ拾い上げて自分なりに、まず文章を考えました。で、正直何個かはどうしても書けないのがあったので、そこだけはアキさんの文章を参考にしてあの書かせていただきました。でそれでちょっと小さいノートに書いてあの電車の移動中とかにあの読んで暗記をしました。で2番についても多分勉強会でこういうのが出たよっていう事例があったので、それをまたピックアップして自分なりにまとめて、なんでしょう、パズルのようにどんなものが出ても書けるようにこううまくちょっと考えるようにはしました。正直書けるのに問い2の場合は1ヶ月ぐらいもかかってしまったので、多分他の人よりはすごい時間がかかったのでちょっとそこで手こずったのもあります。でも当日はどちらも一応書けたので、おそらく、まあ、合計で6点は取れたのかなと思います。なのでおそらく勉強会がなかったらちょっと私も全然できない人なのであの合格できなかったと思うので、勉強会があったおかげであの合格ができたと思います。皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやはい、ゆっこさんの実力が出たらもうすごいですね、はい、その表であのゆっこさんが書いた内容が抜擢されて、そうですね、たまたま、はい、読み応えがあるって書かれてたもんね、うん、でも確かに姫路城は一番最初に思いついたって、これはなんか富士山とその何でしょう価値に対しては当てはまるのかなと思ったので、ちょっとたまたま勉強したことが思い浮かんだので良かったです。はい。すごい。あと改善点っていうのはその勉強会の改善点ですか、ね、言った方がいいんですか。そうですね。なんかこうした方が良かったかなとかあれば。1点いいですか。あ、1点2点ぐらいか。まず1点目が、皆さんが課題出された時にやっぱりワードで写していただける、ワードか何か。ただ読み上げるだけではなくて、多分小笠原さんとかは結構ワードを写していただいたので、何でしょう、移動の時とかってちょっと声がやっぱり、まあ、自分もそうですけど聞き取りづらい時があるので、それを見る時に文字だとやっぱりちょっと一番目につきやすいので、なんかワードでもメモ帳でもいいので、なんか皆さん頑張って書いたものをやはりみんなで写した方がやっぱり私は読みやすいのかなって思いました、うんうんうん、あともう一点なんですけど、多分次回はなんか月に1回になるっていうのをお聞きしたんですけど、うん、なんかそれを例えば皆さんやった課題を
そのやる1週間前に提出して、なんか掲示板かなんかに移して事前に読んでもらう。そうすると今までってその初めて見て読んで発表っていうのが時間がちょっと結構割いてしまったので、なんか掲示板かなんかに、まあ、匿名でもいいので、あの出すだけで1週間ぐらいちょっとよさらっと読んでってした方が、事前に読んだ方が私も正直皆さんと違ってあまり意見が言えなかったので申し訳ないんですが、なんか事前に読んだら意見が言いづらいとか思いつかないっていう人ももしかしたらなんか言えるのかなっていうのが思いました。なんかとっさに当日読んではい言ってくださいって、もうやっぱりなんか私はちょっと考えちゃうタイプで、なかなか外に意見が言えなくてすごいみんなに迷惑をかけたんですけど、そういうのがあったら多分発言がちょっと苦手な方でも多分できるのかなっていうのがすごい思うのと、あと時間もその部分だけあの使わないのでもっと別なことに使えるのかなって思いました。以上です。すいません、長くてすみませんでした。とんでもないです、ありがとうございます。あの今ゆっこさんが言ってくださった通りではないんですけど、1週間前に提出していただいて私たちの方でちょっと選別して、まあいいもの、これは絶対皆さんに見せたいなとか、あとシェアしたいなっていうものを当日発表しようかなとかは考えていて、はい、でもちょっとですね、まあ皆さんのその同じ課題に対して全員がどういうふうに書いたのか見比べたいっていうことが多分あると思うんで、さっきのそのゆきこさんがあの匿名で皆さんのを出すっていうのはいい案だなと思って、うん、ちょっとそうです、名前だと恥ずかしいので、うん、匿名な、もう名前なしでただ出すだとなんか誰かわかんないからまだいいかなって思います。うんうんうん、ありがとうございます、グッバイデアいや本当に合格おめでとうございます、素晴らしい。はい、こんばんは。こんばんは。聞こえますか？はい。あ、すいません、ちょっと途中からだったので、まず自己紹介ですね。年齢は不詳でお願いします。はい、大丈夫です。はい、ねねこと申します。仕事は、まあ、大きく言えば看護師をしています。で、この勉強会に参加したのは1級を途中からと、あとマイスターの勉強会に参加させていただきました。で、そうですね、私の場合なかなかちょっと仕事も忙しいっていうのがあって、その、なんですか、その勉強会にタイムリーに参加することが、まあ、なかなかちょっとできないことも多かったんですけれども、1級も、まあ、マイスターもそうなんですけど、結構その過去というか、まあ参加できなかった分もなんですが、過去に、その1回前ですかね、にされたあのアーカイブ勉強会のを、結構私あのやる時間がないので、なんかいろいろ家に帰って家事とかしながら、ご飯食べながらとか、なんかもうご飯作りながらとか、なんかこう耳から結構聞いて、それでこうすごくこう、まあうん、世界遺産検定の勉強を結構したっていうようなところが、はい、あります。で、なんていうんですかね、まあ、マイスターに関しては、本当に皆さんいろんな意見が、同じ一つのテーマでもいろんな意見があるので、なんか初めはこんな論文自分が書けるのかなってすごく思ってたんですけど、まあなんかこう、ね、書き出したら、まあ、結構私はボリュームが多くなるタイプで、なかなかその文字数をあの減らすことが難しかったんですけども、でもあのねひとみさんだったり皆さんのいろんなこう意見を聞いて、まああの勉強させていただいて、まあ徐々にちょっとこうなんとなく書けるようになってきたかなというような感じです。で、試験に対してはもうちょっと本当にコツコツちゃんとできなかった部分があるんですね。で、マイスターの細かく言った方がいいんですかね、これ1問目とか、はい、はい、なんか1問目に関しては本当になんか今まで
まあ、皆さんがまとめられたものとかを参考にとか、あと、まあ、テキスト見ながらちょっとまとめて、まあ、今日ノートによくあるあの品質語句みたいなのをまとめて、でノートに書いて、ちょっと、まあ、あの通勤時間だったり時間があるときに見るようにしました。なかなか覚えられないので、こう目自分でブツブツ言いながら目と耳とあのいろいろ使って、問1に関しては覚えていったような感じです。で問2に関してはちょっと時間が本当になかったので全然できない、あのなかなかまとめられなかったんですけど、まあ、ひとみさんにそれを聞いたら問2は3日でできるよって言われてまあでも実は私確かに3日で確かにねできました。あのな問1つもあればねなんか多分パターンというか、大事なこの世界遺産条約って何かっていうのが、なんかこうある程度こう大まかにでもこうちゃんと分かれば書けるなっていうのは、まあいろいろ過去のとか、過去のなんていうんですか、過去問見たりとか自分の中で書いたりはしたんですけど、そこまで日数はかからないのかなっていうふうに思いました。で、問1に関しても早くからこうコツコツやった方がいいかもしれないんですけど、あまり早くやりすぎるとなんか私だけかもしれないけど忘れてっちゃうっていうんですかね忘れちゃうところがあって、まあ、あまりこう何ヶ月も前からってなってくると意外と覚えたのがこう忘れたりはするので、まあ、そういう場合は反復しないといけないなっていうふうには思います。問い3に関してはやっぱりなんか論文の書き方っていうのを、まず私はなんか小論文昔受験で高校生の時とかに結構小論文書いて ここの先生に見てもらって受験の時に使ったっていうのがすごいなんか今でも生かされてるなっていうのがあるんですけど、やっぱりなんかこう論文の書いたことない人はなんかこう初めにそこら辺をテーマに何でもいいと思うんですけど、ちょっと書く練習みたいなのはしたらいいのかなっていうふうに思います。で、私すごく反省なんですが、時事問題はなんかちゃんとこう拾ってるつもりだったんですけど、あんまり拾えてなくて、実際テストの富士山の、はい、登山鉄道に関して全く知らなかったんですね。で本当に頭なんか真っ白になって、当日どうしようって思ったんですけど、もうとりあえず時間がなかったので書き出すしかないっていうのがあったんですけど、なんかなんていうかね、私結構問3に関してはなんか経験、自分が経験したこととかにちょっとこう持っていくっていうか、そこを入れていって、なんか結構ちょっとなんていうか最終的になんか教育に持っていくみたいななんかもう自分の中でパターンが決まってたところがあったので、結局最後教育に持ってってたのと、あと私なんだ、富士山に昔登ったことが小学生の時にあったんですね。というかその1回しか登ってないんですけど、その富士山に小学校4年生の時に登って、家族とで、その時に自由研究をしながら登ったんですよでそのことを書きながら、やっぱり、まあ、なんか教育って大事だよねみたいなところをこうまく入れてったり、去年富士宮の世界遺産センターに行ったので、その時に学んだこともまあちょっと入れながらとか、まあ、なんかこうちょうどなんかパニックにはなってたんですけど、富士山って思い出せってなったら、あそういえば行ったなとか登ったなとか、そういうところをうまく入れら、もう本当に必死に書いたんですけど、まあなんかこう大した論文じゃなかったと思うんですけど、なんか視点は他の人とはちょっと違うところから入ったのかなとは、なんかちょっと独自性はあったのかもしれないなって、そこは一応こうなんかなんていうんですかね、なんかこう一応熱意は込めたと思うのでそこはなんかこう買っていただいたのかなっていう、はい、なんかもう情熱だけで合格できたのかなっていうふうに思います。はい、で私勉強会に参加させていただいて、なんか一番すごく
何が良かったかっていうのを、その世界遺産検定、まあ、あのマイスター受かったので、あのとてもすごく嬉しいんですけど、皆様のおかげだと思ってるんですが、なんかそれより、それよりっていうか、なんていうかね、あのもしこれ受からなくても、あのなんかいろんな話をね、皆さんとあの勉強会でいろんな話題について話し合えたっていうのが、すごく私の中では楽しくて有意義な時間だったなっていうふうに思います。なんか日常、そのなかなかその仕事だったり職場だったりっていうところでは話題に絶対上がってこないようなお話とかで、いろんな職業の方もおられるので、すごく何ですかね、いろんな意見こうやって話し合えるっていうことが、すごくなんかこう私の中では楽しくて充実で、なんかこう本当にいい学びになったなっていうふうに思いますので、あのぜひあの今度また勉強会参加される方には、そういったなんかこう、ね、ちょっと検定とはあのちょっと離れてるかもしれないんですけど、違ういいあの学びがあると思うので、ぜひぜひ参加していただきたいなっていうふうに思います。はい、長くなりました。以上です。ありがとうございます。本当に合格おめでとうございます。ありがとうございました。もうねねこさんはもう多分ね、確固たる信念みたいなのがもう最初から終わりで、結構社会問題に対してのこう問題意識を自分なりにこう解釈して持って、うん、で解決に導いていくっていう、その脳がもう先にあったっていうのもあるのと、いや、やっぱりそんな大したことないかもしれないんですけど、まあでもあの皆さん今までのマイスター、あのチャレンジされてマイスター取られてる方は、本当にこういろんなニュースがあったりこう考えるっていうのはされてたので、いや私もそういうふうにしないとなとは思って、はい、日々過ごしていました。すごい素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございました。そしたらちょっとマイスターから始まったので、じゃあかなえちゃん、なんかこう今はあのかなえちゃんは最初はもうあの勉強会で参加していただいてマイスターあのなったんですけど、でもねこれから今もうマイスター取られて講師の方にあのなっていただいてるんですけど、かなえちゃんみどさんにちょっとお話聞いてみたいなと思うんですが、あのなんかお話を聞いた感想というか、やってみた感想みたいなのでいいですかね。うん、やっ、あ、うん、そうですね、私も、まあ、ちょっとところどころ出れない回がマイスターも一級のセミナーもあったかもしれないんですけど、なんか本当にもう感想になってしまうんですけど、やっぱりマイスターとかってその一級は多分テキストの内容をただただ覚えてテストで4択の中から1つ選ぶだけの、こうすごいシンプルな、だけのって言ったらちょっとあれですね、でもすごいシンプルなやり方だったと思うんですけど、マイスターは今度は自分の考えとか持ってる知識を表現するっていうのが、その力量が問われてくる試験だと思うので、まあ、それぞれの多分調べ方とか勉強の仕方があって、それを皆さんセミナーで発表するので、やっぱりこう皆さん本当にそれぞれ違う視点から論文を書かれているので、まあ、観光目線で書く人もいれば、開発とかがやっぱ得意でとか、あとは環境保護の観点から書くみたいな、先ほどおっしゃってた SDGs のお話とか、本当になんかいろんな考えを持った人の意見を聞ける場っていうのが本当にありがたいと言いますか、もう私もマイスター自体はもう取ってはいるんですけど、でもやっぱまだまだ勉強になる、そんな回だったなと思っています。でもそうですね、まあ、これからも皆さんあの参加いただく方もおそらくいらっしゃると思うんですけど、多分まだまだたくさん勉強になることがあるのかなと思うので、はい、これからも楽しみにしていますし、まあ、またそうですね、皆さんど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 んこう右肩上がりに来てらっしゃるので、本当に私もぼーっとしてられないなっていう気持ちでいっぱいなので、はい、いいネタとか何かちょっとした
知識というかなんかお伝えできることを準備して毎回臨んでいきたいなと思うので、はい、今後もよろしくお願いします。ありがとうございます。もうすごいね、いい論文書かれて合格されてましたね。本当私もすごいって。いや本当皆さん本当にすごくて、私のマイスター出てマイスターのセミナーに私が参加してた時も本当に皆さんすごい論文書かれていて、もうなんか発表するの嫌くらいになっちゃう。なんかこんな自分のやつを発表していいのかなって思えるくらい思っちゃうくらい本当に皆さんすごく積極的で、もう合格してやるぞみたいな人たちばっかりだったので、グイグイ系の人たちが多分私の時には集まっていて、もう本当に追いかけられてる感じでずっとやってました。いやもうお姉ちゃんの次読みたくないっていう人結構いた。いやそんなことないですよ。まあ、でも本当おっしゃる通り、なんか皆さんの違った視点から同じことを議論できる機会になるっていうのと、やっぱマイスターって時事ネタとかがやっぱり論点になってくるから、その時事更新していかなきゃいけないっていう、で昔の過去のデータはもうもちろん知ってなきゃいけないっていう、なんかだから多分これからもマイスター取ってもこれからも一緒に勉強していくのも面白いんだろうなって今聞きながら思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、教えてください今度は。よろしく。本当に頑張ります。じゃあ引き続き、じゃあミドさんお願いしてもいいですか。あ、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。そうですね、僕は、参加してた時は、かなえさんと同期だったんですけど、先ほどの濃いメンバーの時に一緒に勉強しまして、無事一緒に合格しました。他にはの西尾さんっていう日本の遺産が得意なおじさんと一緒に同期で合格しております。そうですね、もう本当かなえさんのおっしゃる通りで、僕もかなえさんの後に発表するのが嫌だったので、アーカイブを見てもらえば分かると思うんですけど、僕かなえさんの後に発表した回一回もないので、ぜひ確認してください。ちゃんと覚えてるのがまたすごい。そんなことはないんですよ、本当に。こんだけ意識してた方ね。そうですね、はい、避けてましたね。だいたい逃げて最後の方に発表しました。伊藤さん、だから大鳥ぐらいのね、もう素晴らしい文章でもう、ありがとうございます。逃げ回ってました。そうですね、結構、そういった感じで、会ごとに結構そのクラスというか、メンツの色みたいなのがあると思うんですよ。で、本当に僕とかかなえさんが一緒に受験した時は濃いメンバーで、で、ゆきこさんとねねこさんがこう受験された時、一緒にこう勉強するっていう立場で参加させていただいたんですけど、そのちょっと僕たちとはちょっと違った雰囲気があって、やっぱこう、そのシーズンっていうか、会ごとにそれぞれこう、なんかクラスの色みたいなのがあって、すごくいいなと思いながら、一緒に勉強させていただきました。で、僕の経験、そうですね、僕が勉強した時の経験になるんですけど、僕はですね、実はマイスター試験勉強してる時に、本当に辛かった時期が結構あって、で、それをこうブレイクスルーしていって、なんとか合格したっていう感じなんですけど、こうマイスターって今までの1級とかと違って、割とこう1級ってこう世界遺産を俯瞰して学んでると思うんですよね。なんか知識というか、こういう遺産っていうか、今までの自分の、勉強した知識とか、その旅行の経験とかからこう、その世界遺産について知っていくっていう段階だと思うんですけど、マイスターになると、その特定の遺産について、その遺産のなんていうんですかね、俯瞰ではなくて中に入って、こう悩みながら答えを導くっていう対応になってくるんで、それでですね、結構僕はなんかちょっと辛くなって、
なんか好きで世界遺産勉強したのになんでこんな辛い思いしんだろうみたいな思ってた時期が実はありました。でもなんかそのなんていうんですか、自分の立ち位置っていうのをなんかこう僕はもう改めて考えて、まあ今までこう俯瞰していた世界遺産もやっぱこう中に入って、まあ、自分のこのその地域の人だったり行政だったり立場だったらどうなんだろうなっていうのをこう考えてからちょっとブレイクするっていうか、まあ、ちょっとこう勉強が楽しくなったっていうかっていう背景があったので、結構こう世界遺産検定のマイスターの場合は特になんですけど苦悩すると思うんですよ。自問自答して、みんな頷いてる。はい、ですごく、ね、人によってはもう嫌になっちゃう時期とか、まあ、結構あると思うんですけど、まあ、この半年の間にドラマが自分なりのドラマがすごくあると思うんですけど、うん、もうこう、まあ、マイスター合格するって、まあ、本当に素晴らしいことっていうか大きな目標だと思うんですけど、こう自分の内面的な成長というか、うん、なんていうかね、そういうもう性格が本当変わっちゃうんで、なんかそれをそうですよね。あのかなり人間的な成長はある勉強プロセスになると思うんで、うん、そういった視点でもですね、ちょっとこう自分を変えるって思いながら勉強すると、うん、よりこう深く学べるのかなと思うので、はい、あの僕の経験のシェアでした。まあ、とはいっても僕も本当に勉強中の身で、なんか合格、マイスター合格されたらですね、きっとですね、なんていうんですか、また新たな、こう、課題というか壁が出てきて、うんうん。ひとみさんとかかなえさんとは多分よくわかると思うんですけど、その自分が、なんていうんですかね、こう、問い業みたいなのが出てくるんですよね。そうそうそう。マイスター試験の。そう、なんか問い3で答えた問いについて実践せよみたいな、そういうような、うんうん、見えない課題みたいなのが出てくるんでそれを今必死に頑張って解いてるというか再現してる最中です。なので本当に引き続きあの皆さんと一緒にこうなんか両一線で、まあ、肩を並べて一緒に学んでいけたらいいなと思っているので、よろしくお願いします。あ、もうありがとうございます。すっごいいいキャッチコピーがいっぱい出てきたけど問4 確かにそうだな、実践そうですね。あとあのやっぱさっきおっしゃってたような性格が変わるっていうのは本当そうだなと思って、うん、なんかマイスターを勉強していくとすっすごい悩んだりめっちゃ辛くなったりそのなんか世界を知ってくと、うわこんなとこあるんだとか、こんなんで解決できないんだっていうのがいろいろ見えてきて、なんかどうしたらいいんだ私みたいなどうすればいいんだとかありますよね。そこになってきて、で今までその普通に生活してた私たちのこの今の状況とかを疑ったりとか、これは真実なのか嘘なのかとか、そういうことまで考えたり、今までの自分を否定するようなことにもつながったりして、でなんかそこからまた新しい自分が生まれたりとかっていうので、なんかどんどんそんな風になっていくのがすごい面白いなっていうのが今聞きながら思いました。それとあとなんて言うんだろう、ミクロの世界って今言ってたけど、言ってないか、私が思っただけなんだけど遺産のこう俯瞰してみるんじゃなくて、一個一個を具体的に見てどんな問題があってどんな解決策が必要なのかなとかっていうのはマイスターの試験になると思うんですけど、そのミクロの世界と私はマクロの世界も見なきゃいけないと思ってて、なんか地球全体のこととその細かいこととで、そして自分とのなんか戦いみたいなこの3つが結構大変だったなっていうのが今ニードさんの話を聞きながら思いました。ありがとうございました素晴らしい。でもね、本当にすごかった。もうなんかみのさんもかなえちゃんも素晴らしい論文で、剣はもう完璧だね、もう大丈夫だねとかって言ってたんで、はい、もう素晴らしかったです。ありがとうございます。じゃあですね、一級を受けられた、ミヤ兄さんにお話を伺ってみたいと思うんですけど、どうでしたか？あ、
そうですね、僕はですね、本当すごい遡ると、あの3回目で受かったんですよ実は、うんうん、あ、そうなんだ、そうなんです、うんうん、で2回前のだから、この前の12月よりもその1年前の12月ですね、一昨年の12月の時に1回落ちて、でなんかそっから結構あんまり自分で身が 入ってないのも分かってて、あんまりあの7月なんて本当ひどかったです、僕102点ぐらいしか取れてなくて、もう本当に、はい、7月の時本当にダメだったんですよ、もう全然、その今年の12月よりも悪いなって自分でも分かってて、うん、でその直前ぐらいですね、6月くらいに明けさんにメッセージもらって、うん、あのなんか勉強会の話をいただいてて、まあ、その日ちょっと僕夜勤だったんで連勝ったんですけど、うんうん、あのなんかそういうところもあって、あの参加しようっていうところもあったのがまずきっかけとしてあったのがありました。それはその保育士とかその社会福祉士としてあの働いているんですけども、あの、まあ、趣味でやってるクイズの延長に近い感じで、結構地理とか歴史とかも好きなので、世界遺産ももちろん好きだったのもあったんで、まあ、2級取ってて1級もなんて思ったらなかなか難しい中で、まあ、勉強会の方参加させていただいたんですけど、感想としては本当にやっぱ僕はあの基礎が本当に苦手だったのが自分でも分かっていて、うん、今回もなんだかんだで基礎全然取れてないんですよ、35点ぐらいしか取れてなくて、そうなんです実は。なのであの本当にだマイスター基礎の方が多分メインだからなんて思いながらちょっと今悩んですけど、でもその本当にあの今回一級のやつ参加させてもらって、やっぱ丁寧に基礎やってってもらったのが良かったかなっていうのはすごい思うことと、あと本当に一人一人こうトピックを話す機会があるっていうのはすごい良かったと思います、うん、なんかそのただ聞くだけっていうよりはやっぱり参加するからにはこういう発言できる場っていうのがあった方がやっぱりあの受ける側としてはあの価値があるのかなっていうふうに思います、うん、であとはなんかその、まあ、勉強法に関してこうみんなでこう話したりするのもいいのかなって思っていて、まあ、自分はだから本当過去問やるってなかったなっていうのがすごい思いましたし、なんかそういうみんなの勉強法とかもシェアしていくっていうのもいいのかななんて思いました。で一番やっぱり良かったのがやっぱり一緒に勉強する人がいるっていうのは本当に、うん、あの良かったと思います。あの楽しくできることもそうですし、まあ、なんだろう同じ目標に向かっていくっていうところもありますし、自分は特に地方に住んでるからこの前やっと東京に行って皆さんとお会いすることができて、で特にガクさんとかあやさんとかさきさんと一緒にこう丸付けしたりとか、そういうなんかこうこともできるっていうのがより良かったかなって思っていますし、であとは、まあ、自分はその次マイスター受けたいと思ってるんで、まあ、マイスターの方に勉強の方参加しますし、あとは本当になんか忘れないようにではないんですけども、なんかそういう自分が楽しかったことも含めて一級の方の勉強もまた参加できたらなって思っています。でマイスターの方は本当に今あのなんだろう、まあ、ざっくりとしかまだ見ていないので、まあ、問1はの小笠さんさんのまとめていただいたノートを見てとか、問2には、まあ、あの世界遺産条約についてしっかりなんかその時のワードによって書き方変えればいいやってことと、まあ、第3はなんかやっぱり問3はなんか小論対策だなと思って見てて、うちの全然関係ない弟なんか見たらこれは小論対策に近いねみたいな感じを言ってたので、なんかそういうところも含めてあのなんかそこでの学び方、あとは本当にマイスター受かった方が多いのは本当にあの大きいと思ってます。なんだかんだ言って経験者の方が本当にどういうふうに取り組んでどういうふうにアプローチしてどんな考えを持ってやったのかっていうところをしっかりとこう学んでいければと思ってますので、はい、お願いします。あのはい、すごいすごい、もう期待しかないですよ、もう僕はもうやばい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 、あ心強いなって思いながら、はい、いやなんか今聞くと僕としてはなんかこれからこういろいろ攻略してくるぞっていう気持ちだけど、なんか皆さんあの苦悩している感がすごいんでマイスターってこれは何なんだ、こうみんなでこうあこういう苦行の道を自分からこう行く人たちの集まりなんやと思いながら聞いていたので、いやちょっと楽しく行こうと思っている自分にちょっとこう うまく気を引き締めながらやれればなと思います。
そうそう、ありがとうございます。宮西さん合格おめでとうございます。ありがとうございました。よかったね、2回落ちてて、じゃあこっちに参加してくださって合格したって感じなんですね。はい、はい、そうです。ありがとうございます。よかったね。じゃあ、どうでした？ミドさん、かなえちゃん、ちょっとなんかマスターって苦悩の感じ、勉強って感じ？どうですかね。なんか私はミドさんとすごい対になっちゃうかもしれないですけど、なんか逆に なんだろう。どうすればよくなるのかとか、なんていうんですかね、ちょっと素が前向きすぎるのかもしれないですね、悪い意味でも。なんかそうなるよね、解いたりするのがすごい楽しいなって思っちゃうので、うんうん、それこそ、まあ、私は割とその環境問題とかに結構関心が深いタイプで、うんうん、割とまあ内容としてはそんな明るくはないんですけど、じゃあ自分がこの問題に対してどうしていけば改善できるのかとか、みんながどういうふうに思えば世界は良くなっていくんだろうみたいな、やっぱりなんて言うんですかね、すごいちっぽけな力ではあるんですけど、まあ、そこでこの小さな自分がどう動いていけばいいのかみたいなのを、私は世界遺産検定のマイスターで書こうって結構決めていたところもあって、まあ、私が受けた時はウクライナの侵攻問題についてだったので、特にその直接的に環境問題に対して問われたわけじゃないんですけど、でもやっぱり、ね、みんなが世界遺産だけじゃなくて世界の現状とかいろんな分野についてのことを幅広く知っていくっていうのがすごく大切だなって思ってたので、まあ、もちろん教育のことで締めて書かせてもらったんですけど、まあ、そうですね、なんかそうやって苦しかったのかな、どうだったんだろう。私もそうですね、一応普段は仕事をしていたりもするので、なかなかそうですね、結構夜遅くまでお仕事したりとか、割ともう勉強時間取るために早朝から起きてお仕事して空き時間見つけてやるみたいな感じではあったんですけど、なんだろう、でもすごく充実してたなって思います。やっぱりね、ゆっくりお休みする時間とか、あまり遊びに行ったりとかもする時間、もちろん皆さんもないと思うのですごくよくわかると思うんですけど、でもその分すごく時間を有効活用できている感じがあるというか、ものすごくためになる時間になっているはずなんですよね、きっと勉強している時間って。なので私は本当に受けてよかっただなと、皆さんももちろん受けてよかったなって思ってると思う、すごく思ってると思うんですけど、なんかいい時間だったなっていうふうには思うので、もちろんね、普段の私生活との兼ね合いでやっぱりちょっと苦しいなとか辛いなって思う時もあるかもしれないんですけど、その合格されたらどんな風になりたいとか、まあ、どういうふうに自分が行動していきたいなとか、そういうなんだろう、最終到達地点を思い浮かべていただきながらやっていければなんとか最後まで頑張れるんじゃないかなと思うので、はい、応援してますし、私も一緒に頑張りたいと思うのでよろしくお願いします。皆さん時間あったら本当にどういう勉強をしてたかとか、なんかこうやっとこういうのやっといたらいいよみたいなのを聞けたらななんて思っていたので、はい、学さんってからもし時間あれば、そうそう、なんかそういうところが結構なんだろう、自分の中では多分こういう風に覚えていって勉強してやればいいと思うんですけど、まあ問いさんは多分それぞれの色が出るとは思うんですけど、ポイントを教えてもらえればなっていうのもありますね。そうですね、なんか多分つどつどセミナーでも私もミドさんも参加できるタイミングで参加させていただいて、いろいろアドバイスさせていただくとは思うんですけど、私は個人的にすごくそのテレビのニュースとか全然世界遺産に関係ないニュースとかでも、そのニュースとか記事になってる内容っていろんな多分問題が出てくると思うんですね。なのでその問題に対して自分がどう思ったとか、こうしたらもしかしたらこの問題解決できるのかもみたいなのをちょっと頭で考える癖をつけるっていうことですとか、あとはちょっと書いてみる、そんなに多分最初から
もうたくさん文章で書けって言われても多分無理だと思うので、まずは400字とか800字とかでちょっとまとめる練習とかは最初の段階ではしてたかなと思います。はい、素晴らしい。もうミドさんもね、あのお子さんがいたりとかファミリーサービスをちょっと惜しみながらね、朝早いしね、早朝出勤だしね、めっちゃ大変やったと思うんですけど、いいね、はい、夜中まで勉強してて、だから1級と全然マイスターの勉強法って違うから、またその脳の切り替えとかもあったと思うんですけど、大変だったでしょミドさん。大変でしたね。そうですね、あのちょっと僕がなんか辛かったエピソードしたから、なんかちょっとマイスターが辛いものみたいな。いやでもね、やっぱみんなちょっと心構え持っといた方がいい気がする。やっぱ結構ね、一級とはまた違う苦悩があるからね。でも、そうね、あのでもね、楽しいの境地に行くから大丈夫。うん、ね。あれ？そう本当に。あの一線を越えるんで。なんかミドさん全然、いや絶対多分ね、ご家庭もあってすごく大変なんだろうなって思いつつ、一切なんかそういうのを出していなかったので、やっぱ私もすごいいい方向にいつも引っ張られて、やんないとやんないとっていう空気感を持たせてくださったりもしていたので、すごいよ ね、あのでも本当になんか、うん、その一緒に勉強してる時間は本当に楽しいしかなかったんで、その瞬間に辛いと思ったことは一切なくて、大体こう辛いっていうか、なんかこう悩んでるときはなんか一人で書いてるときですかね。なんか僕むちゃくちゃ書いた方だと思うんですよね。でそれでちょっとわけわかんなくなっちゃったみたいな、なんかところがあって、なんかちょっとそうですね、はい。でもなんか絶対こう、なんていうんですかね、課題とかテーマとかなんか結構そのいろんなこう課題のジャンルによって、自分が得意なジャンルとそうでもないジャンルって出てくると思うんですけど、そうでもないジャンルをどう攻略っていうか解決策をこう見出せるかってなってると考えてると、やっぱこうなんていうんですかね、なかなかこう筆が進まない時期とかもあると思うんですけど、やっぱどこかで突き抜けるんで、そしたらもうなんか本当になんていうんですかね、何やっても楽しいですよね。困るのがね、大変やけど、うん、でも情報収集は本当になんかすごい、さなえさんとかひとみさんすごいいいことしたと思って、本当に一級の、時事問題の開き方とマイスターの時事問題の出方って、うん、全く違うんで、あの、はい、なんか一級で拾う時事問題、なんか世界遺産関連のニュースはもう大前提で、うん、インプットして、かつ世界遺産じゃないニュースをいかに自分の中で世界遺産を絡めながら処理できるかっていうのが、本当に力、血肉に変わっていく作業だと思うんで、そこはなんか、うん、なんかその一級とは全く違う情報収集の仕方をこれからしていくんだろうなとは思ってます。でもちろんなんか僕たちもなんかそういったなんていうんですかね、ニュースとかをこう発表しながら、こうどういう考えを持ってるっていうのをちょっとこういろいろこうシェアさせていただきながら、こう皆さんの考えを、ね、こう共有しながら、僕も皆さんの考えから学んでいけたらなと思っているので、そこはすごく一緒に学べることを楽しみにしています。ありがとうございます。もう本当に頼りにしております。最高な講師とマイスターの先輩方がたくさんいらっしゃるので、もう私も大船に乗った気持ちで頑張りたいと思います。はい、じゃあすいません、最後になっちゃいましたが、ガクさん一級受けられていかがだったでしょうか。ガクです。私も世界遺産今回受けましたけど、その受け2級取ったのがもう8年ぐらい前で、で、その時はやっぱり世界旅、海外旅行ですか、結構行ってて、でその時に
っぱり行った時にこれ世界遺産だよとか結構言われて、うん、あでもまあちょっともうちょっと詳しく知りたいなとか思って世界遺産のまあまた2級受けてみようと思って受けて、でまあと合格したらそれでちょっとなんていうか満足しちゃって、でもそのそれからしばらく世界遺産とは全然勉強しなかったんですけど、うん、で去年の1月ですかね、なんか、まあ、知り合いがまあちょっと2級受けましたとかそういう発表してくれて、でもなんかまたちょっと受けてみようかなとか思って、で5月の下旬くらいですかね、テキストを買ってそこから勉強し始めました。でまあ最初はまああの本当にテキスト読むだけしかしてなくて、でまああとなんだ、ちょっとまあ動画とか YouTube とか載ってる世界遺産勉強なんだ、説明してる動画とかっていうのをちょっとなんかいくつか見たりしてたんですけど、でその中でまあひとみさんのこういうなんだグループみたいのがあるよみたいのが見つかったんで、ちょっとそこで見てみようかなと思って、 で8月だったと思いますけど、まあ、そこから始あの、はい、セミナーに参加し始めてということで、まあ、勉強してました。でそうですね、このセミナー参加してなんですけど、まあ、やっぱりあの基礎のところをしっかりやってくれてたっていうのが非常にありがたいなっていうのと、それからテキストに書いてないところ、はい、例えばあの縄文遺跡のとこだったりとか、はい、あのあと何だとかとか、なんだあの年表とか、はい、まあそういうのとか、そうですね、はい、まあそういうのをやってくれたのも非常に良かったなと思います。であとまあまあ、まあ私がテキスト読んでてちょっと分からなかったところ、まあ、いくつか質問しましたけど、まあ、それ、まあ、まあその場でなくて、まあ、1週間後とかでもちゃんと返事もらえてたっていうのはそれ良かったと思ってます。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。勉強になりました我々。はい、はい、でそうですね、あとまあ、やっぱりあの世界遺産のニュース各人が発表するっていうのも、それはまあやっぱり参加する以上はなんか発表する機会持てるっていうのは、そこはまあ良かったなと思います。本当にただ聞くだけだと本当に聞き流して終わっちゃうと思うんで、はい、やっぱりなんかあの疑問なでもいいし、そういうのちゃんと発表する機会といいなと思いました。で改善というあれでもないですけど、はい、結構あの間違いがちょこちょこあったのでそこがちょっと気になったかなと思います。はい、まあ、私も気づいたらその場で指摘してましたけど、やっぱりそこでスルー気づかないでスルーした部分も結構あったんじゃないかなと思ってます。わかりました、ありがとうございます。ちょっと見直して、まあ、今回はあのまた新しいかなえちゃんが一級のセミナーをやってくださるので、はい、また改善してどんどん良くなるかなと思います、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。皆様のおかげです。合格おめでとうございます。ありがとうございます。すごいね、たくさん点数を取られていて素晴らしいなと思いました。え、ガクさんは次いましたわ、やりますか。次はリスタにします。リスタにしますか、うん、すごい超勉強か。素晴らしいです。今ありがとうございます。じゃあ小林さんが台湾からですかね、もしかして。ニーハオ。ニーハオ、ワワン。そんな突然台湾に行って台湾に変わっちゃうんですか。ちょっと今ですね、あの急遽あのホテルに戻ったので、あ、やってるかなと思ったらやってたんで、つないでみました。ありがとうございます。なんか無理ない範囲で、もしよければあの小林さんのシェアもいただけたら嬉しいです。あ、はい、
よろしくお願いします。お願いします。今です、初めてですよね、あの海外から接続っていうのは。本当ですね、すごい。ちょっとうまくいくかどうか私もちょっと不安ではあるんですけども、はい、あ、すごい。あの次回のマイスターセミナーはイギリスから一人指名になる予定になっております。すごい、素晴らしい。はい、楽しみですね。そして台湾のマスナンさんから、じゃあ、はい、もう自己紹介、軽めで大丈夫なんですけど、自己紹介と今回のセミナーどういったところから、まあ、多分一級じゃないか、セミマイスターから出られたと思うんですけど、あの感想と良かった点と改善点があれば教えてください。はい、あ、じゃあ、皆さんこんにちは、小笠さんです。実は私1級の勉強会からもあの、まあ、聞くだけだったんですけども聞いてまして、で参加はさせていただいてました、で、まあ、今回おかげさまであのマイスターということで合格をさせていただきました。まあ、次はまあ認定講師とかもし機会があればお願いしたい、あ、まあ、よく挑戦したいなとは思います。で、まあ、1級はもうとにかくテキスト頭に入れろっていう話なので、あ、まあいろいろと、ね、皆さん工夫されるといいと思うんですけど、これ私前ひとみさんにも直接言ったんですけどね、はい、やっぱりこうマイスターってチーム戦だと思うんですよね。やっぱりこう情報をどれだけたくさん取れるかっていうのがあって、もう一人で情報を取るのってやっぱり限界があると思うんです。なのでやっぱりこうやってチームでみんなで情報をシェアしながらやるっていうのがまず大事かなと。だからすごい向いてるなって、この勉強の方法は、まあ、日頃あの思ってました。あとはですね、やっぱりどうしてもその客観的に自分のその論文を評価してくれる人が欲しいんですよね。自分はおそらく完璧だと思って、まあ、論文書くんだと思うんですけど、やっぱりこう足りないとかおかしいっていうところってあって、それ自分じゃ絶対分かんないので、やっぱりいろんな人に指摘してもらったりとかいうのが大事かなっていうふうに改めて思いました。そんな感じでよろしいでしょうか。あ、ありがとうございます、嬉しい。小笠田さんはあの皆さんのために、統一の文章を書いていただいたりとか、そうですね、あのフォーマットですね、あれたらあの A3 サイズだったんで印刷できないという声もありまして、あのそうなんです、あの原稿用紙私 A3 で作ったんですね。だから A3 のプリンターがある人とか A3 のプリンターをどっかでねこう譜面できた人はいいんですけど、一般の人って A4 しかないので、なんかうまく印刷できませんでしたみたいな話もちらっと聞いて、ちょっとそこはすいませんけど各自で工夫していただければいいかなと思うんですね、はい、うーん、やっぱあの本番に沿った原稿用紙に、ね、本番に近いものを使うって結構コツかもしれませんね、受験テクニックとして、うんうん、そうですね。いや本当もう小笠原さんに教えていただいて、そっかと思って本番仕様の紙を使って本番っぽくやってるのが、そうですね、うん、よかったんだろうなって思って。どなたかあの問1と問2も作ってください。思い出さなきゃどうやったかな。すごいです、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。今一通り皆さんにシェアをいただいたんですけど、このみんなで勉強会の一級セミナーと、マイスターセミナーに関してはですね、まあ、あのセミナー受けられて合格されて卒業された方々もいらっしゃいまして、まあ、その中にはあの有名な方とか、まあね、あのいろんな、まあ、世界遺産界隈でも賑わしていらっしゃる方々も結構卒業生にいらっしゃいます。で、あの参加されてないんですけど聴講だけっていう方ももちろんいらっしゃいますし、1級に関しては、まあ、聴講だけでも全然大丈夫です。で今回からマイスターのセミナーに関してはちょっとリアルタイムで参加されている方対象というふうに限定にさせていただくことになりましたし、ちょっと前回とは仕様がまた変わってくるのと、1級に関してはあの金井先生がで、マイスターに関しては、まあ、ミド先生を中心に、まあ、私と金井先生とっていう感じになってくるかなと思いますので、ぜひぜひあのもしよければマイスター合格された皆さんも1級からマイスターに挑戦される方々へのサポートもですね、あの同時にしていただけるととても嬉しいです。で小笠原さん、ねねこさんからはですね、あの、講師のサポート講師という形で
ただけることになっておりますので、まあ、皆さんあの期待していただいて大船に乗ったつもりでぜひ参加していただけたら嬉しいです。まあ、そんな感じで9時にを迎えたんですけども、皆さんから何かこうこれは伝えておきたいとか、なんかこれから今こうなんか検討されている方々に何か一言、おっしゃりたいことなんかあればぜひ伺いたいんですが、いかがでしょう。この前紹介してもらった本を買いました。おお、第3の50年ってやつ、はい、教えていただいたんで、なんかこういうのもなんか自分ではわからないので、こういう文献良かったよとか、このサイト良かったよとか、そういう、あの小林さんおっしゃられた通り、そのチーム戦もそうですし、なんか攻略法っていうのも、なんかみんなでシェアできれば、よりこう、打率が上がるっていうんですかね、高確率とかも上がっていくと思うんで、そういう情報のシェアっていうのはすごい大事だなって思いましたので、はい、いろいろと、はい、入り口にさせてもらいます。いやー、そうですね。あの、できる限りの、こういうの読んだらいいよっていうのは、あの私からも、まあ、皆さんからもたくさん出てくるかと思いますので、そこからまた厳選していただいて、皆さんの中でこれがすごく自分に合うなとか、より共感したものを自分の血肉にするっていうのがすごい大事かなと思いますので、たくさん、まあ、読んでください、はい、どうでしょう、水戸先生、金井先生からはいかがですか。いやでも楽しく学んでいきましょう。そうですね、本当。はい、支え合いながら。うん。そうだね。まあ、私たちも一緒に勉強しながらだからね、本当。そうですね。なんか、すごい、世界遺産ばっかりってなっちゃったら、多分嫌になっちゃうタイミングが来ると思うので、なんか、世界遺産に限らずで、それこそ、なんだろう。世界の問題みたいなのを取り上げた本とかも、ちょっと本屋さんで立ち読みするみたいなのでも全然マイスター試験のためにはすごくなると思うので、なんかなるべく、そうですね、皆さんもおっしゃってたように気分転換をしながら楽しくやるのが一番なのかなと思うので、どうすれば、まあ、自分が楽しく勉強できるかなって考えるのも多分一つありのかなと思って、そうですね、一緒に楽しみながら意見交換とかし合って頑張っていけたらなと思うので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、多分論文の書き方とかまではなんだろう、すごい詳しくこの小論文の書き方とかを詳しく説明するってことは多分できないのかなと思うので、やっぱ文章のその論文の書き方とか基礎的なところは皆さんの力でちょっとつけてきていただけると、まあこちらもすごくありがたいかなっていうのはありますよね。で一緒にこう内容についてはどんどん議論してって、より精度を上げていくっていうのがあるかなと。はい、ありがとうございます。はい、という感じで今日はよろしいでしょうか。皆さんのおかげですごいいろんなご意見いただきまして本当にありがとうございました。またぜひご協力いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ次マイスター頑張りましょう。ビエリさん、はい、いや本当にもう授業が楽しみでもう仕方がないです。すごいすごいんだけど。いやなんか本当に先ほど金さんおっしゃられましたけど、やっぱ忙しい中でこう時間作るのって難しいんですけど、なんかそのために時間作るのもまた楽しいんで、僕今ちょっとマラソンもちょっと始めてて、あ、そうですよね、こう4月5月6月って全部もう走るの決まってるんで、ちょっとその中でまた勉強時間作っていくのってなかなか難しいんですけど、なんかそれを楽しみに別なことも頑張れるみたいなところが、仕事も含めてですけど、なるべく全てに支障が出ないようにいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。でちょっとサムネイルだけ撮るかな、写真みんなでおーってしてるやつ撮るみたいな。これ届かんよね。じゃあ行きます。おーってしまう。おー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 
イエーイ。オッケーオッケー。もう一回いきます。はい、えいえい、おー、オッケーオッケー、ありがとうございます。はい、では皆さんこちらで失礼したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。